ブラック・クランズマンは2018年のアメリカ合衆国の電気犯罪映画。監督はスパイク・クリー、出演はジョン・デビッド・ワシントンとアダム・ドライバーなど。ロンスト・ールワースが2014年に上司した回顧録ブラック・クランズマンを原作とし、実はをもとに警察と白人至上主義団体の戦いを笑いありスリルありで描いた社会派の刑事アクションである。 1970年代のアメリカコロラド州、コロラドスプリングスで、アフリカ系アメリカ人初の死刑殺巡査となったロンが、白人史上主義団体、クー・クラックス・クランの地方支部への潜入捜査に着手し、活動内容や極秘計画を暴くまでを描く。映画は、スパイク・クリー、ショーン・レディック、ショーン・マッキトリック、ジェイソン・ブラム、ジョーダン・ビールによって制作されている。 映画の制作にあたって、レディックは原作を映画化する権利を買い取り、2017年9月にスパイク・リーが監督に決定した。キャスト陣は翌月10月に決定し、ニューヨーク州で撮影が始まった。同映画は2018年5月14日、第71回カンヌ国際映画祭で、カンヌ国際映画祭審査員特別グランプリを受賞し、8月10日、 全米で上映が開始された。その日は、白人至上主義者の曲右集会、ユナイトザ・ライトラリーからちょうど1周年の日であった。また同作は批評家からワシントンとドライバーの演技や映画のタイムリーな題材を称賛され、長年賞から遠ざかっていたリー監督の復帰作としても話題となった。第91回アカデミー賞で、同作は作品賞、監督賞、 助演団優勝を含む6つの賞にノミネートされ、最終的に脚色賞を受賞した。AFI はまた、2018年のトップ10映画の一つとして、同作を推薦し、第76回ゴールデングローブ賞では、作品賞を含む4つのノミネートを獲得した。1972年、ロンストールワースは、コロラド州コロラドスプリングーズの警察署で、アフリカ系アメリカ人として、 初めて警察官に採用される。警察署内でも人種差別を経験しながら、ロンは見習い潜入捜査官として、元ブラックパンサー等のクワメトゥーレの演説会に派遣され、地元の黒人解放活動家パトリスと信仰を深める。情報部に正式配属されたロンは、白人至上主義団体、クー・クラックスクランの新聞広告に電話をかけ、白人のレシストを装って、 KKK 支部に入会する。同僚のユダヤ系警官フリップジーマーマンが潜入担当、ロンは電話連絡担当として、二人一役で KKK 志願者を演じることになる。白人なまりを使いこなすロンと現場でのトラブルにも同時ない、フリップの演技は優秀で、KKK 支部長ウォルターや全国指導者デビッド・デュークからも信頼を得て、直支部長に推挙されるまでになる。 過激派支部員のフェリックスだけが、新入りのロンに怪奇的な目を向け続け、ロンの正体を暴こうとする。そのフェリックスが陸軍内の審判から受け取った、プラスチック爆薬で黒人殺傷を企んでいることを察知したロンは、自分が警官であることを明かして、パトリスに集会を避ける、よう警告する。パトリスはロンが身分を隠していたことをなじる。パトリスたちの黒人集会当日、 同時に、KKK 支部でもデュークを迎えた集会が開かれる。フリップは、KKK 支部員論として、ロンはデュークを警護する警官として、KKK 集会に参加する。その裏で、フェリックスに爆弾を託されたツマコニーは、警戒が強化された黒人集会場から、パトリスの自宅へ標的を変える。ロンが駆けつけたために、パトリスは、毎一発で難を逃れ。 コニーが仕掛け損ねた爆弾で、フェリックス一味は爆死してしまう。爆弾事件の後、ロンたち捜査班は、所長から移動と共に捜査を中止させられる。ロンはデュークに電話をかけて、自分の正体をばらし、老狽するデュークを皆で嘲笑して、留院を下げる。ある夜、仲直りしたパトリスと、ロンが警察を退職するかどうかで口論していると、何者かが玄関をノックする。 二人が拳銃を構えながら玄関に向かうとカメラがズームアウトし野外で十字架を燃やす儀式を行っている KKK の集団を捉える。2017年バージニア州シャーロッツビルの極右集会における実際のドキュメンタリー映像が次々にカットインされる。デモ隊に自家用車が衝突し黒人男性がクス野郎は俺の街から出て行けと悲痛に叫ぶ。 引き殺された白人女性、ヘザーハイヤーの追悼の場面が映し出され、映画が終わる。カッコ内は日本語吹き替え2015年、ショーン・レディックは、ロン・ストールワースの自伝、ブラック・クランズマンの映画化権を購入し、脚色作業に取り掛かった。2017年には、ジェイソン・ブラム率いるブラムハウス・プロダクションズと、ジョーダン・ピール率いるモンキーパー・プロダクションズが制作に関与することになった。 9月、スパイクリーが監督に起用され、ジョン・デビッド・ワシントンが出演交渉に臨んでいるとの報道があった。10月25日、アダム・ドライバーが本作に出演することになったと報じられた。31日、トファー・グレースとコーリー・ホーキンズの出演が決まった。11月9日、ポール・ウォルター・ハウザーがキャスト入りした。16日、 ギャスペル・ペーコネンが本作に出演するとの報道があった。17日、ライアン・ウェッコールドの出演が決まったと報じられた。12月4日、アシュリー・アトキンソンが起用されたと報じられた。2017年10月、本作の主要撮影がニューヨークで始まった。白人史上主義者を演じたグレースは精神的に消耗しきり、数週間にもわたって、 深刻な鬱状態に苦しむこととなった。グレースは、ピーター・ジャクソン監督の、ホビット三部作を一本の映画に再編集するという作業を通して、徐々に精神の安定を回復することができたのだという。グレースは、自身の演技に関して、ブラック・クランズマンを見た人の中には、私がデュークを好人物であるかのように演じていて、けしからんと思われる方が出るでしょう。しかし、 デュークが好人物に見えることこそ、彼を一層厄介な存在たらしめているものなのです。と語っている。2018年5月14日、本作は第71回カンヌ国際映画祭でプレミア上映された。また、同日にオフィシャルトレーラーも公開された。6月16日にはシドニー映画祭での上映が行われた。本作は2018年8月10日に、 全米公開される予定だが、これは前年に発生したシャーロッツビルでの暴動の一周年にぶつけたものである。リー監督は、デビット・デュークとドナルド・トランプにこそ本作を鑑賞して欲しいという趣旨の発言をしている。本作は、メグ・ザ・モンスター及び、スレンダーマンやつを見たら、終わりと同じ週に封切られ、公開初週末に1100万ドル前後を稼ぎ出すと、 予想されていたが、その予想は的中した。2018年8月9日、本作は全米1512巻で公開され、公開初週末2084万ドルを稼ぎ出し、週末興行収入ランキング初登場を思いとなった。カンヌでの上映後、10分間にもわたるスタンディングオベーションが発生した。最高賞であるパルムドールの受賞こそ叶わなかったが、時点に相当する。 審査員特別グランプリに選出された。本作は批評家から絶賛されている。映画批評集積サイトのロッテ点トマト図には44件のレビューがあり、批評家支持率は95%、平均点は10点満点で7.4点,点となっている。サイト側による批評家の見解の要約は、ブラッククランズマンは史実を利用して、 現代の出来事を実に通列に批評しており、前世紀のスパイクリー作品を思わせるものが随所にある、となっている。また、メトクリティックには17件のレビューがあり、過重平均値は75、100となっている。なお、本作のシネマスコアは A マイナスとなっている。ガーディアンのピーター・ブラッド賞は本作に5つ、母子評価で3つ星を与え、ブラック・クランズマンは、 娯楽作品であるが、ジョーダン・ピール監督が、ゲットアウトで垣間見せたような社会風刺があり、それによって、全体のバランスを見事にとっている。同作は、トランプ政権の中心にいるそうな人々に対する怒りに満ちた螅烈な応答であり、痛快なしっぺ返しでもあると述べている。インディワイヤーのデビット・エーリッヒは本作に、B 評価を下し、愉快な作品である以上に、 ずっと恐ろしい作品である、重苦しくかつ極めて今日性の高い題材をワイルドにまとめ上げているが、娯楽作品でもあるという点では終始一貫している。と評している。ありがとうございます。